お世話になります、ヒトリーでございます。今回は夢特性のニョロトノをゲットしていきたいと思います。今回ご紹介する巣は一つだけで、他の巣でも多分出現しますので、あくまでも一つの例としてご覧いただけると幸いでございます。でまだ私夢特性か確認してないので、検証しつつやっていきたいと思います。場所はですね、この道場の前からですね、左に折れていきますと。でそれで草むらがこうになってますので、これを突っ切ってその奥にあるところですね。でなんかここにカイリキとかなんか斎藤さんとかいたり、ホエル王がね奥にいたりするような見晴らしのいい場所でございます。でとりあえずまずここを枯らしておきましょう。で鎧のことではおそらく夢特性は紫の柱だと確実に出るっぽいですので、今回は紫の柱を出してやっていきたいと思います。で紫の柱の出し方についてはまず必ずレポートを書いておきましょう。でレポート書きましたら願いの塊を入れていきます。はいを押してレポートに記録しますか。ではいを押した瞬間にホームボタンを押して、それでここに戻ったら2回連続ホームボタンを押しまして柱の色を確認していきます。今赤色でしたのでこれはリセットしていきます。この作業紫色の柱が出るまでひたすら何回もやっていきます。はい、ようやく紫の柱出ましたね。紫の柱出ました。中身確認しまして、こいつは違いますので、みんなで挑戦をやって、それでホームボタンを押して設定からですね、一番下に行って本体日付と時刻で1日進めて、いわゆる特急当たりバグですね、でホームボタンで戻ってやめるを押して、でそれで中身を変えていきますと。はい、で来い、一発で来い。あ、来なかったですね。これでひたすらやってってニョロトノ出していきましょう。はい、すぐ出ましたね。よかったよかった。でこれで、ね、出ましたら一回戻ってですね、それでレポート必ず書いておきましょう。もしレポート書いてなかったらリセットした際に願いの塊を投げた瞬間まで戻ってしまいますので、必ずレポート書いておけばまたねニョロトロのとこからできますので、レポートは書いておきましょう。それではね早速いきたいと思います。いやポリゴン2でいけんだろ。うわいいね、かわいい、めっちゃかわいいし、すげえいいね。あ、これ頭のなんかピョンってなってるやつがお腹にもマークあるんだね、あれ。はい、雨降らし来ました。オッケーオッケーオッケー、やっぱり固定なんだ。オッケー、こっちが雨降らしていく、相手が雨降らしてだけど、そういえばバリいや5つですね。だからちょっと多いっていう感じかな。やべ、放電で、やべ、味方倒しちゃった、バカしたやべ、やっちった。よそ見してやってたら全部倒しちゃった、危ねえ。味方に放電やっちゃったけど、なんとか勝てましたね。はい、ありがとう。普通に捕まえられて嬉しいわ。やっぱりイベントレイドじゃないから嬉しい。はい、中身見ていきましょう。経験飴 XL 3個、鎧鉱石3個、不思議な飴、真珠、大きな真珠。特になんかやっぱりみんな一緒なんすよね、出てくるやつ。なんか特に変化みたいのはないっていう感じですかね。ニョロトのカエルポケモン。夜になると池のあぜに現れる。怒鳴るような声で鳴いて縄張りをアピールするぞ。こいつ意外と怒鳴るような感じなんすね。もっと優しいゲコみたいな感じかと思ったら、はい、見ていきましょう。お、5V じゃん、すげえいいっすね普通に。はい、56レベルのニョロトのゲットだぜっていう感じですね。で特性雨降らしでございまして、登場した時に天気を雨にするでございます。これは結構ね、雨パーとか使う方は、必須レベルで、重要なポケモンなんじゃないかなと思います。でハタック、マッドショット、ハイドロポンプ、ステミタックル。ハタックなんで覚えてんの、忘れろよそういうの。もうなんで覚えてんねん。気まぐれな性格でございます。はい、ということで今回は夢特性のニョロトノをゲットさせていただきました。出現場所については道場近くのこの見晴らしのいいところですね。斎藤さんとかリーダー、ジムリーダーがいるようなところでございますと。今回一つ思ったんですけど、もしかしてニョロトノのトノ要素ってあのしょんまげみたいなやつ